12レースの優勝戦です。さあ優勝戦メンバーが出てきて、これからピットへと向かっていきます。シリーズリーダー準優も逃げて高枠1号艇を手にした前田敦也選手、そして女子選手の中では唯一優勝戦に駒を進めた2号艇の森保美穂選手、この2選手が人気を集めていた模様です。5日間のミドルシリーズを制するのは誰なのか、どうぞご注目ください。丸亀ブルーライター四国新聞社杯、秋深まる丸亀を舞台に行われた5日間シリーズも大詰めを迎えます。水面上第12レース優勝戦、1号艇前田敦也、2号艇森谷美穂、3号艇森野正弘、4号艇澤田直也、5号艇竹重雄介、6号艇和田彌弘、以上6名の対戦です。枠番通りの進入です。インコースから1号艇前田敦也です。今節のシリーズリーダー、仕上がり上々の船足でインからしっかり押し切ります。2コース2号艇森谷美穂、好相性の丸亀できっちりベスト6入り、鋭いターンでさらにファンを魅了します。3コースから3号艇森野正弘、出足を中心に手応えあり、スタートもしっかり決まっています。ここまでがスロー、引っ張って可動位置するのは4コース4号艇澤田直也、こちらもモーターパワー十分です。角から攻めていきます。5コース5号艇竹重雄介、外からのレースとなりますが、チャンスがあればしっかりものにします。そして最後と6コース、悲願のデビュー初優勝へ、6号艇和田彌弘、スロー3艇1、2、3、ダッシュ3艇4、5、6、定番通りの3対3となりました。第12レース優勝戦、内から1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。角4コースがトップタイミング、4号艇沢田となっています。確定1周の字幕、しかし先手ワインから1号艇前田、2号艇森谷が差してくる、間を割ろうと3号艇森野ですが、先頭しっかり押し切った1号艇前田敦也、2番手追走は3号艇森野、そして3番手ですが外から2号艇森谷、内側から6号艇4号艇となっています。なお12レース優勝戦、スタートは正常です。1周にマーク、先頭は1号艇前田、2番手6号艇和田が接近もかわしながら、旋回は3号艇森野となっています。2番手は3号艇森野、そして3番手の阻止接戦続いています。外から4号艇澤田、内側から2号艇森谷、真ん中に6号艇和田となっています。レースは2周目1マークです。その間独走態勢、先頭は1号艇前田、2番手からは3号艇森野、3番手最内から行くのは2号艇森谷、寸大6号艇4号艇は少し前が詰まった、向こう正面に確定入っています。3番手ここで6号艇和田が単独となっています。上位3艇は1番3番6番の体勢でレースは2周2マークへと続きます。先頭は1号艇前田、2番手からは3号艇森野、そして3番手に6号艇和田となっています。確定ホーム側です。上位3艇は1番3番6番の体勢、レースは最終周回へと続きます。角4コース4号艇澤田がゼロラインのトップタイミングでしたが、インも負けていないコンマ11のタイミング、1周1マーク回ったところで一気に突き放していきました。今節予選トップ通過、そしてシリーズ投手も安定した走り披露となりました。これで今年4回目の V は目前となりそうです。上位体系は1番3番6番で、レースはラストコーナーです。今年4回目、丸亀は初めて、通算では11回目の優勝は目前です。先頭1号艇前田、2番手に3号艇森野、3番手はわずかに6号艇が優勢となっています。先頭1番前田優勝の五輪、2着3番森野五輪、3着6番和田五輪、4番2番5番と五輪です。見事優勝しました前田敦也選手にお越しいただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちいかがですか？いや、ほっとしてます。ほっとしてますか、はい、スタートいけば大丈夫、そんなお話も聞かせていただきました。そうですね、まあ、ちょっとトップスタートいけなかったんですけど、まあ、いいターンできたと思います。独走旅でした、はい、今節は丸亀初優勝ということで、丸亀水面のイメージどうだったんですか？丸亀は初めて1号艇で乗った時負けたんで、うん、まあ、そのリベンジができてよかったかなと思います。ますます丸亀好きになっていただけましたか？そうですね、はい。それではファンの皆様に一言お願いします。はい、次のレースからも精一杯頑張るので、また勝ってください。前田選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。
前田敦也選手のインタビューをご覧いただきました。優勝戦の競争成績です。優勝した前田敦也選手、トップスタートはいけませんでしたと話していましたが、コンマ11のスタート、しっかり逃げての優勝でした。